つ森です。グレモリです。今日はね、なんとドリプラにやってきました。もう今月めちゃくちゃプライベートか含めてね、行ったところではあるんだけども、先日ねザ・シックスが静岡からこのドリプラのところに移転したというところで、これは行くしかねえだろうということでね、やってきました。ビュッフェからねハンバーグとステーキの専門のお店になったらしくて、どんな感じなのかね、店員さんの許可を取り次第ではあるんだけども、ちょっと撮っていきたいなと思います。ドリプラにね移転したといっても、場所的にどこら辺なのかっていうのが定かではないっていう方もいらっしゃると思うんで、ちょっとこのままね、道を案内したいと思います。案内しますと言ってる割にはね、すぐに着くんで意外と大丈夫よ。あんまり人がいるのもちょっとあれかなと思ったんで、今来てるのがね大体夕方の4時半ぐらいなので、朝は基本ね僕自身もご飯食べないんだけども、昼も今回抜いてるので、もうめちゃめちゃ腹が減ってる状態です。よし、さあちょっと登ったところに、お、もうここにザ・シックス・スタジアムって書いてある。で看板もここにあって、アーケードっぽいところ行きましょうか。さあ着いたよ。こちらがザ・シックス・スタジアムです。じゃあ早速入っていこうか。失礼します。じゃあ、あ、お願いします。はい、失礼します。あ、みんなこれ店内ってやった失礼します。お願いします。お願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。この方にも入ってください。あ、はい、はい、ほう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 。わ、こんな奥の方がこんな感じ。展示がしっかり並べてあって、でこれが今シーズンの多分全員のサインが入ってる。で、おお、前サインがザ・シックスの静岡のところにたくさんあったと思うんだけども、それがこっちに移転してるっていう、全部多分移動してあるね。あ、西澤選手のサインで、こっちにでかい画面があいつのって感じ。これがスタジアムっぽくなってるからスタジアムなんかな、多分そうだよね。あー、なるほどね。もうでかい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 。あれすげえな、普通にすげえわ。ここに一番大きなね、モニターがあって、でここでしっかり食べれるって感じ。ちょっとここら辺でこれも頼んでみようか。もう本当に腹が減ってるから、どこにしようかな。ここら辺でいいか。ここにしてみるか。よし、ここにしよう。メニューとしてはこんな感じとなってます。でなんか基本的にこのメインメニューを頼んで、で選べるセットをね、追加でやるって感じなんだろうね。でこの選べるセットがこのなんか課金システムみたいな感じで付属としてつくんだけども、これがランチが14時までなってて、そのランチの時はこれがお金かからないみたいな。もし行くなら昼の方がお得なのかもしれない。こっちにはハンバーガーとパスタとサイドメニューも結構あるんだね。どれもめっちゃうまそうやん。まだ20歳になってないから飲めないんですけど、一応こういうのもある。一応ソフトドリンクとかはこんな感じだね。じゃあちょっと何を頼もうかな。本当にどうしよう。人気ナンバーワンって書いてあるからこれ頼むか。デミグラスの320、160、480ってあるから、
とりあえず中間の320にしようか。320のライスまたはサラダでいいかな。これにします。よし、じゃあちょっと注文しようかな。あ、すいません、デミグラスの320で、選べるセットの、D でお願いします。はい、以上でお願いします。はい、ありがとうございます。きたー、めっちゃうまそう。さあ、ここからね、また YouTube 上ちょっと NG なね、BGM が流れちゃっていたので、こちらの副音声でまたお送りしたいなと思います。お肉を口に注いで、さあ、最初の一言は何というのでしょうか。グレモルさんは、はい、うまいわと言いました。多分そうです。間違ってたらごめんなさい。もう本当にね、結構美味しかったですよ。ってことで、ちょっとね、食レポ的な感じでこういう風にお届けしたいなと思うんですけれども、お肉はね、牛 100% のハンバーグということで、まあ、静岡でね、それを聞くと、ちょっと、緑色のね、看板をしている某有名なお店があるんですけれども、そういう風な感じのハンバーグとはちょっとまた違った感じでね、弾力があるような感じではないんだけども、口に入れたらね、すぐにとろけるみたいな、そんな感じのハンバーグとなっています。とろけるって言い方はね、ちょっと大きな表現になってしまっていたかもしれないんだけども、基本的にはそんなにがっつり噛まなくても食べることができてすごく美味しかったですよ。多分ね、下ごしらえの段階でお肉をね、日常にしていたからなんじゃないかなと思います。そしてこのコーンスープもね、かなり濃厚でね、美味しかったです。シンプルでちょうどよかったね。さあ、ちょっとね、ハンバーグに戻るんだけれども、このハンバーグのね、横についていたポテトとか、あとブロッコリーとかに合わせて、ね、食べるのもすごく良かったし、ほら、このね、半熟の卵もなかなか合うよ。これにね、ご飯を添えてね、食べてるとすごく美味しかったです。というわけでね、このように一瞬で完食してしまいました。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。そして最後にね、紹介したいのが、このお会計のレジのね、目の前にバーカウンターがあるんですよ。ここでね、お酒を堪能することもできます。清水にね、移転してスタジアムから近くなったので、試合を見終えた後にご飯を食べるっていうね、こういう形もありなんじゃないかなと思います。ちなみにね、 PayPay は今使えないので、そこら辺は使う方がいらっしゃったらね、注意してください。というわけで、この動画がちょっとでも良かったよと思ってくださった方は、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。下のコメント欄にもね、どしどしいろいろ書いてくれたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。